はいどうも、ケイキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょうということで、今日はね、錬金斗座行くんですが、編成変えてきました。はい、今日使う編成はこれ。マミアを外してます。まあ、よくコメントでね、マミアいないとか、まあ、ユニオンとかギルドでもそうなんですが、あるんですよ。なので、マミアをちょっと外して、で、アルフ入り。これで行こうかなと思います。編成はユリア、シン、で、ギーズ、前。ただ、まあ、ギーズ、前でもね、まあ、ケンシロとシン、いるので、まあ、ここでしっかり、抑えていくとダメージよ。まあ、ギーズ、前、いけます。だ、アルフ。アルフの、まあ、クリティカルダウンもあると。クリティカルダウン。で、ケンシロ、カスミケンシロ。これでいきたいなと思います。で、この編成のいいところはね、ユリアの後ろ、カスミケンシロじゃなくていいので、ギーズの後ろでいけるので、まあ、カスミケンシロはギーズの後ろと。で、ユリアの後ろ、アルフかケンシロ。まあ、どっちかを持っていける。まあ、ケンシロのがいいなと思う方は、ケンシロでも全然ね、いいと思います。後ろは。まあ、一番ダメージ受けにくいですからね。まあ、そんな感じで、はい、やっていこうと思います。まあ、とりあえず、この編成で、錬金斗座行きましょう。はい、それでは対戦やっていきましょう。相手はね、マミア入りを選んでいきたいなと思います。貴様の命は間もなく尽きる。はい、間もなく尽きます。まあ、いつもはね、前列にマミア置いてるので、マミアのバフが入ってから、まあ、後列が動きやすいみたいな感じでやってるんですが、まあ、今回バフなし。はい、まあ、初手はね、クリティカルじゃなかったんですが、OK です。次からクリティカルガンガン出してくれます。マミア海王、まあ、どっちでもいい、落としたよね。で、シンもね、ケンシロウにはなかなか硬いので、まあ、しっかりね、ブロックしてくれます。あ、来ましたね。まずはギーズ来た。じゃあ、これ確認してみましょう。北斗百裂拳。はい、ここはクリティカル。ただ、1万4000ダメージ。はい、大したことないですね。問題ないです。鉄壁のギーズ。まあ、シンプラスケンシロウは硬いよね。さあ、こっから。はい、クリティカルね。持っていく。貴様を。もうクリティカル絶対出したい男っすから、カスミケンシロウは。まあ、1回目がクリティカルじゃなかったら、まあ、それはそれで OK。次の攻撃に期待。まあ、マミアを外してるので、まあ、攻撃面はね落ちてるんですが、まあ、その代わりケンシロ入ってきてるので耐久はグッと上がってる。まあ、そんな感じですかね。はい、ここもしっかりブロック。もう一発来ましたね。来るね。どうしてもギーズを落としたい。北斗百裂拳。さあ、ここは2万。ここも大丈夫です。耐える。効かんな。みんなにごかも。なんと雷神。相手の霞剣士は黄色のプラス4で星が6やったか。まあ、上位の方とやってるので、まあ、霞剣士はね、まあ、大体っていうかね、みんな、普通に育ってるので。戦う剣士たちの光を。さあ、とりあえず、霞剣士落ちましたね。で、海王持ちて、まあ、ダブルで復活。ただ、ここは厳しいですね。復活霞剣士は。でもギーズが危ないですね。はい、まあ、ここは落ちます。シーンはシールドどんだけやった。北斗百裂拳。さあ、ここはクリティカル回避。ただ結構ダメージでかい。ああ、落ちたか。まあ、シーン復活ですね。さあ、霞剣士郎も落ちた。
前の剣法では死なん。でまあ復活霞剣士郎も頑張ってくれる。まあ、マミヤいないので陶器周りはね、あのもちろん落ちるんですが、まあ、安定してるって感じですかね。はい、それでは次の対戦いきましょう。まあ、剣速上とはどうなのと。まあ、剣速上でマミヤ入りですね。はい、まあ、ギーズ受けて霞剣士郎の一撃しっかり耐える、問題ないです。邪魔よ。みんなにご加護。なんと来人。まあターン1はね大丈夫ですね。雨宮入ってるので相手の火力はある。ただこっちはね耐久高いですよ。パーティーの耐久は。様の命は間もなく尽きる。でケンシロウ、さあここクリティカルかどうか。クリティカルなら持ってきます。北斗百裂拳。さあクリティカル出た。まあこれはでかいですね。はい、レオンを削っていく。なんとライチ。さあガンガンいきましょう。でターン2、これ痛いね。でここで狙われる、ちょっと嫌な減り方してるのでどうすかねこれ。北斗百裂拳。3万8000結構出てますね。はい、ここでギーズが倒れる。はい、シンは大丈夫です。これをアルフも大丈夫。さあ OK。 さあここは奥義5枚反撃っすね。大チャンス、とりあえずレオ落とそう。まあ、アルフはまださ星4で覚醒も残ってるので、まあ、火力はこれからに期待ですね。はい、芯落として、霞剣士郎の必殺は光ってない。ここ必殺欲しかったね。さあここもねしっかり耐える。シーンナイス、今のはいいブロックでしたね。でクリティカルなしでね、アルフもだから頑張ってますよ。さあ倒して、で倒してくれる。だこっちのパーティーはまあ安定っすね。派手さはないけどみたいな。北斗百裂拳。だシーンね、まあ前持ってきた人はやっぱケンシロウ欲しいんですよね。まあ後ろで使うとならまあちょっと違うんですが、まあシーンとアルフを一緒に使うなら、まあ、こんな感じがいいっすかね、編成は。戦いはここを使う。まあかなり安定してるので。まあここで復活霞剣士郎っすね。これはお前の剣法ではなん。様の血と傷で俺はさらに強くなろう。はい、それじゃあもう一戦、まあ、戦闘力50万超えてる方と戦いたいなと思います。貴様の命は、まあ、先手です。みんなにご加護。なんと来人。先手回をね逃がさぬ。天下勝つぞ。
さあここは2ターン目からの反撃やね。まずはシンがダメージ受ける。海王の陶器ダウンがねなかなかめんどくさいね。ケンシロウに刺さりましたね。はい、まあここは耐える。相手のカスミケンシロウはね戦闘力9万6000円くらいかな。星7ですね。さあここ奥義6枚一気にやっちゃう。ここで惜しい。ナイスファイト。さあアルフ動いていいね。後ろ突き刺してく、で防御ダウンして、さあ狙いましょう。戦う剣士たちに光を。なんと雷神将。さあターン2の復活霞剣士郎どうすかね。真はシールドまあ3割 30% くらい、ギーザ 10% ないくらい。あ、このクリティカルは出ると思います。速と百裂剣。まあ、ギーザね厳しいです。あのアルフのクリティカルダウンがあっても。さあシーンいけるか。前のがやれるぞってもね見せてやろう。いやーこれ厳しいな。一発でかい。一発でかかったね。さあ霞剣士郎が落ちた。で復活。貴様の血と傷で俺はさらに強くなろう。はい、ということで錬気刀参戦いかがだったでしょうか。まあ今回は間宮なし、まあ、コメントで結構ね間宮持ってないとか育ってないっていうコメントをいただくので間宮なしでアルフ入り。まあこれね安定してましたね。やっぱパーティーの耐久あるっていうのはね、まあ今大事ですよね。霞剣士郎の一撃どんだけ耐えることができるか。まあワンパンで落とされる、ね、一発耐える、二発耐える、もう全然違ってきますからね。まあシーンとギーズもねしっかりまあ前やれると。あとは次真剣士が来たら剣士郎と入れ替えっすかね。まあその能力見てっすけどね。剣士郎と入れ替えてもう完成、間宮なしでも、まあ、ベスト編成じゃないですか。剣速下とやればやっぱ間宮欲しいっすけどね。まああのおせおせな感じは楽しいよね、間宮とアルフセットは。まあそれも動画に出してるので、見てもらえたらなと思います。まあ これはねこの編成は上からもまあ下でも戦えるっていう感じですかね。まあしっかり耐えることができるので、はい、ということで、あ、次の新剣士はねあの気をつけないときは剣士と入れ替えていいんですが、バフを持ってやると厳しいです。シンとギーズが前へ行けるかどうかそれ変わってくるので、バフ持ち、まあデバフ持ち、まあサポートケースねが来てほしいですね。それか自分が前行けるやつか。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。